はい、行きましょう。今日はね、ちょっと違いますよ。ヤンキースピニングタックルです。ロットはコルト EX、アジングロットです。これね、これアジングロットです。でよく、バース釣りの時にスピニングで使ってるのもこの竿で、ステラの10ステラの3000マーで、これ PE がねちょっと太め巻いてます。 1.5 号です。スピニングタックルでのナマズの釣り方についての説明したいと思います。思ったんですけど、この日ですね、いつも釣れてるポイントの流れがなくなってて、ちょっと状況悪いんですよね。わかるかな。白く油膜が張って流れが全くない状態になってるんですよね。でナマズを釣るときってね、あのカバー際やったり、ストラクチャー際、流れ込み、壁際なんてところ狙うんで、どうしてもキャストの性能、キャストの能力っていうのはベイトよりも正確なキャストが必要になってくると思います。ベイトタックルならね、少々ね、あの根掛かりしたり、キャストミスしても糸が太いのが負けるし、ロッドも強いのでルアー回収はねできるんですよね。だから思い切ってカバー際なんかにキャストとかできるんで、まあそこがベイトのいいところですよね。これからナマズ釣りを始めたいっていう人がいたら、やっぱりあのベイトタックルをおすすめします。あのバックラッシュが怖いとかキャストが難しいとか言うんですけども、ナマズ釣りをする場合って遠くにあのキャストをする必要はないんで、メカニカルブレーキをガチガチに締めてブレーキマックスにしてください。そうしたらね、慣れてなくてもバックラッシュはねしにくくなります。で太い糸巻いてるとね、バックラッシュもねしてもそこまでひどいことにはならないです。あとはベイト流が向いてる理由っていうのは手返しの良さですね。スピニングタックルって手返しがちょっとつんくさくなるよね。いちいちこう持ってきてこうね、こうやってで、ってしなあかんから、手返しがどうしてもベイトよりは劣るよね。それに狙ったところに落とすというのはね、やっぱりあのベイトタックルの方が簡単です。あのスピニングタックルの方が狙ったところをピンポイントに落とすっていうのは多分難しいと思います。とはいえね、ナマズ釣りの良さってあの身近なところで気軽な釣りができるっていうのがやっぱりいいところなんで、わざわざナマズ釣りをするために、ベイトタックル持っていないのに、ナマズのために買うっていうのはね、ちょっとハードルが高いと思うんで、今回はスピニングタックルで、持ってるタックルでナマズ釣りができる方法、やり方っていうのを話していきたいと思います。まあベイトの方がいいよっていう話散々しましたけども、スピニングタックルでも、ベイトよりも有利な点っていうのはあります。それはね、軽くて小さいルアーが扱えるというところですね。はい、この時使ったのがキャタピージュニアですね。ルアーベイトは、10.5g、前までに使ってたあのキャタピーソフトが 20g ぐらいあったので、それと比べればね半分ぐらいの重さです。やっぱりねこの 10.5g っていうこの軽めのルアーを投げる場合はスピニングタックルの方が断然扱いやすいですね。あとね、あの僕も完璧にできるわけじゃないんですけど、スピニングリールってキャストした時の、ラインテンションっていうのがかからないんで、ルアーが着水した瞬間にこのライントラブル、ラインがねルアーに絡んじゃうっていうことがねよくあります。これを避けるためにキャストした時にスプールエッジに人差し指を触れてね、フェザーリング
ブレーキングをするっていう技術が必要になってきますよね。基本的にはリールを中指と薬指の間にリールフットを抱えて、でベールを左手で手繰り寄せながらラインローラーの位置を上に持ってきてラインを拾う、それでキャストして、キャストした時にスプールエッジに人差し指を触れてブレーキング、フェザーリングを行うっていうのが、スピニングでの、キャスティングの、基本的な動作になります。あとはね、どんなロッドを使ったらいいのっていうことなんですけども、これ今アージングロッド、ソリッドティップのアージングロッド使ってるんですけど、これは柔らかすぎます。乗りぬくすぎ、乗らない、ワールドシャウラ、スコーピオンで言うならば、2番パワーのロッドがおすすめです。2番か1番、265に2701、2702あたりが一番ベストだと思います。他でおすすめするのは、まあシーバスロッド、エギングロッドの、ミディアムからミディアムライトクラスで、長さはやっぱり7フィート、7半あってもまあまあいいですけども、7フィート前後が一番扱いやすいと思います。あとはそうですね、オフショアのキャスティング用のロッド、青物やシーラを釣るような強いロッドに、リール3000番に PE5 号を多分、80m ぐらい巻けるんで、そういう釣り方もいいかもしれないですね。あのベイトに近い、強い釣りができると思います。せっかく軽い時間に来れて、あの狙えると思ったんやけど、よし、来た来た、うわ、バレくっそ。これね、多分ね、あのティップがこう、柔らかいからフッキングが決まれへんのかな。ちょっとやっぱりあの、アージングロッドみたいなこの柔らかいのよりも、普通にバスロッドのミディアムかライトぐらいの方がいいんかもしれん。
長さはね6半から7ヒートぐらいが一番使いやすいと思う。なんか向こう合わせじゃなく、どうなんやろな、食い込むからな、食い込むから針が刺さるイメージはあるんやけど、多分ナマズは口が硬いから、ナマズは口が硬いから、こんなに柔らかいのやったら乗らんねやろな、多分しっかり合わせやんと乗らんのかもしれないですね。ユーマズメなんですけど、さてチャンスあったのにな、逃したな。お、よし取ったで。そんなにね、いかんかったけど、あれはスピニングタックルなんで、こうどうしても僕はね、繊細なんで取り込みは注意してくださいね。お、サイズいいんちゃう？結構サイズいいですよ、割と。ピニングタックルでナマズです。多分ね、これ60ないかな、55ぐらいやけど、でもいいナマズですよ、これ。いいナマズですね。スピニングでナマズ行きましたね。はい、以上です。